海老名サービスエリア。お腹すいた。ね。およそ1キロメートル先、海老名サービスエリア。イエーイ。海老名サービスエリアに今1時56分着いたね。で、今朝。今日はこんな感じ。こっちだ。メロンパン、かわいい。パン。わざわざさ、あれ写してある？プロジェクターで。ね。え、こんなに種類あるんだ。これが、あ、ね、チョコチップとかあるよ。チョコミントだ。どうにしよう。昔ながら食べたいの。え、もう一個買おう。え、どうしよう。普通のも食べたい。これが普通の。終わり？買えた。嬉しい。いい匂いね、するね。めっちゃ種類ある。美味しそう。え、いい匂い。ねねね。カラウマとかもあるよ。辛いですか？あ、なるほど。におすすめ？あ、そうなんですね。辛いもの好きにおすすめだって。これ1個買おうかな。これ普通ってことですか？一番人気ね。あ、うん。これ全部1個ずつお願いします。めっちゃいい匂いする。本当炭火っぽい。イエーイ。めっちゃ美味しい。しょっぱい。しょっぱいんだ。塩で味付けされて。うん、ほっぱいな。ほっぱいよね。うん、うん、うん、これが一番気になった。メロンパン食べよ。お、ガリガリする。うん、なるほどなるほど。あ、カステラみたいな感じかな。ちょっとめちゃめちゃついたな。でもちゃんとメロンの味するよ。うんうん。お、めっちゃ匂いする。メロン。すごい。ね。え、全然違う匂いから。何みたいって言おうとしたか当てていいよ。メロンシロップ。あ、深い。答え？うん。正解は。パン。あの、ちっちゃい頃に食べてた、食べてたじゃない。ちっちゃい頃のアンパンマンの歯磨き粉、メロン味の。絶対わかんない。エビナサービスエリア限定。帰ってきた。やばい。ベロベロになってるけどね。はい、やけどな。あ、いや、超美味しい。足が速い。美味しいバナナシェイク。バナナシェイク系だから溶けないのかな。わかんない。食べ方ミスってるよ。一瞬だったね。うん、あん中で食べなきゃダメなんだろうね。真ん中で食べたら蜜でしょ。ね、砂糖は全くないような感じがする。うんうんうん。マックのやばいよ。マックのやばいじゃない。バナナ味美味しいけど、手やばめ。あってくる。楽しかったってか美味しかった。今から静岡の伊東の方に行こうかな。1時間40分ぐらいかかるらしい。ね。山道。だまされ。